以前投稿した平筆で花を描きましょうの続きです。今画面で写っているような花の描き方のコツを説明していきます。前回ですが、このような基本の練習に始まって、ちょっとしたお花の描き方を説明しました。そうするとこのような作品が描けるようになり、それと説明したお花を組み合わせるとこういった華やかなものも描けます。ここに写っているのとはまた違う描き方を今日は説明していきます。筆ですが、この筆一本で説明していきます。だいたい湿らせて4、5で伸ばした状態で1センチくらいのものです。絵の具はちょっととろっとしたぐらいのものを用意します。これに両端に筆をつけていきます。このつけ方をするとこちらのバラのような発色ができます。では描いていきます。まず縦にくるっとしてちょんとして中心を作ります。そしたら外側の花びらを加えていきます。上側も描きます。あまり隙間が空きすぎないように互い違いにしていきます。描きにくくなったら紙を回してこの隙間を埋めていきます。ちょっとした動きで花びらの形や大きさは変わりますので、その都度都度全体のバランスを見ていきます。こちらのバラはこのくらいにしておきたいと思います。で、いきなりバラを描くのが難しい方はいくつか基本のストロークをあらかじめ練習するといいです。こういった縦の動き、それと便利なのが横に広がってねじって右側だけ残す方法です。慣れると薄っぺらい花びらを足したいとき、あるいは筆圧をかけて分厚めの花びらを足したい時などサイズを自分で加減できます。それと外側のひらっとした花びらが描けるように押し付けて左側だけ、あるいは押し付けて右側だけ残す。これでひらっとした感じが出ます。続けて一度筆を洗って葉っぱを描いていきます。葉っぱも両端にグリーンをつけていきます。実際には作品の上で絵の具をつけるのは避けてください。なんかでピッと絵の具が跳ねることがあります。葉っぱは基本の動きになります。外から中心に向かってを描いてみましょう。紙は履きやすい方向に回しながら描いていきます。この場合はこれだけでもいいですが、ちょっと筆を立てて茎を足してもいいです。続いてはこちらのアネモネです。アネモネは
中心部分が大きいので、まずこの筆の角を使って点点点と点で声援を書いていきます。だいたいまん丸くできたら花びらの色をつけます。少し左上に構えて筆全体を右に動かして、右上の方をさらにちょっとこう扇状に広げます。今度は反対側に紙を回して書いていきます。花びらを8枚描きたいので、まずはバランスが取りやすいように十字型に花びらを書き加えます。そんなにきっちり同じサイズじゃなくていいので、だいたい形が揃うようにして4枚描きました。そしたら右回りでも左回りでもいいので隙間を埋めていきます。花びらを両端を隣同士と重ねてあげます。紙を回しながらこれを繰り返します。最後の1枚ですね。この花びらが重なり合った感じを楽しめます。これに葉っぱを加えます。こういったひらひらした葉っぱを描きたいので、茎を描いてから筆のあまり幅が出ないように細い面を利用して足していってください。こんな感じです。続けてこちらのバラを説明していきます。分解図はこちらになります。この形は黒い紙に白で描いた方が見えやすいので紙を変えます。で、筆をよく洗って白の絵の具をつけていきます。先ほどこういう動きを練習しましたが、これを連続で描きます。3つか4つ描ければいいです。こう輪っかになっていくようにイメージして描いていきます。少し戻ってまた戻ってという形です。こういう感じで囲むように描いていきます。続けて次の層の花びらを描きます。先ほど説明した横に移動して右だけ残すやり方で、ここのギザギザを隠していきます。ひねってで丸い花びらで隠します。次に中心部です。縦に移動して紙の位置を変えてこうでもいいんですが、
できる方はここから中心に向かいます。で、この花の花びらの外側のひらひらを出してちょっと華やかさを加えます。髪の向きを変えてこの縁に沿ってねじってパッと片側だけで描きます。この描き方の場合はこれにさらに足していったりしてもいいんですけど、この分解図の通りこのパーツだけ練習をまずしてみるといいかと思います。で、仕上げに中心に点々点と打ってあげて、これはゲルペボールペンですがお好きな筆記具で加えてあげたら出来上がりです。これを繰り返すとこのようなちょっと描き方を変えたところもありますがすぐアレンジはできるかと思います。さらに今は1色使いですが2色使いにするとこういうバラも描きます。あとは練習あるのみですのでぜひ楽しみながらやってみてください。